こんにちは、ボーです。本日は旧大近くにある安全食堂さんに行ってきたので紹介したいと思います。こちらは旧大学研都市駅から徒歩10分のところにあるお店です。店はもう40年近くやっている老舗のラーメン屋です。行ってみてびっくりしたんですが、メニューはラーメンとちゃんぽんと焼きそばとチャーハンしかありません。普通のラーメン屋ならだいたい置いてあるであろうチャーシューとか餃子とかありませんでした。ラーメンで勝負しているお店です。店に着いたのは13時半頃だったんですけど、それでも15人ぐらいは待ってました。めちゃくちゃ人気店なんですよ。店は水曜定休日で、その他11時から16時まで売り切れ次第終了というスタンスで取ってました。まずちょっと頼んだもの見てください。本当にびっくりしたんです。私はチャーハン900円、上司は大盛りラーメン750円を頼んだんですが、聞いてみてびっくり、チャーハンの山がやってきました。いや、誇張してるわけじゃなくて本当に山が出てきたんです。私これ見た瞬間食べきる自信なくなりました。俺も食いもらうよ。これさ、あれかな、持って帰らせてくれって言ったら持って帰らせてくれるかな。びっくりしたね。のぼちゃんがこれがいいって言ったんだから、笑うしかない。びっくりだな。やばいね。山が来た。これはね、美味しいチャーハンだ。そう、うん、この山のとこ大盛りのバリですね。ラーメンの食べられます。お皿持っていきましょう。あ、もっと行ってみましょう。ありがとうございます。サランラップもらいたいな。サランラップ取れるかな。はい、ありがとうございます。ちなみにお店の雰囲気はおじいちゃんとおばあちゃんが10人くらい切り盛りしてる、すんっごいほんわか居心地のいい店でした。お味は私としてはめっちゃ好みでした。長浜系の味がするスープなんですけど、長浜ラーメンよりもしっかりスープの味があって、紅生姜とか追加する必要のない単体でいけるスープでした。チャーハンは言葉はいりません。うまいです。パラパラのチャーハンで、出汁はラーメンのスープ使ってるみたいで濃い味です。なんだけど使用している食材はかまぼことネギというシンプルな野菜なので飽きのこない味でした。そしてこの山なんですけど、やはり食べきれず、タッパー30円を支払って詰めて帰りました。私が食べきれなかっただけなのに、お店の人たちは何人も30円取ってしまってごめんねって言ってくれて、本当申し訳なかったです。しかし本当美味しかったので、私は全部食べたかったんですけれども、持ち帰りでね、私の朝ごはんに半分、上司のお夜食に半分取られてしまいました。本当は次の日の朝ごはんにも取ってたんですけど、上司がなんかつまめるものあったよねって夜に言い出したんで、仕方なく差し出すはめになりました。悲しかったです。ということで、皆さんも安全食堂来たら、ラーメンも最高ですけど、チャーハンの大食いにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ美味しいですよ。では。